やべえぞ、もうダメ、おしまいだ。第2ラウンドだ。ノックぐらいしろよ、森さん。そうか、そりゃ失礼。いい知らせと悪い知らせがあるが、どっちから聞くか選んでいいぞ。どっちでもいい。じゃあ悪い方から。パーティーお嬢様がお怒りだぜ。誕生パーティーにお前を誘いたいのに電話がちっともつながらないとさ。電話は止まった。ついでに言えば電気も水道もね。そんなこったろうと思った。いい知らせは、なんとでかい仕事だ。前金でな。前金か、そいつは結構流れねえ便所にも飽きてきたとこだ。水道、ガスに電気代立て替えといたぞ。お前さんの取り分でな。デビルメイクライ。ダンテ、ちょっとダンテ、今まで何回かけたと思ってるの？やっとつながった。今夜が私のバースデーパーティーなのよ。なんと18歳になるの。もう子供。オーケー、モリソン。仕事の話だ。そうすりゃ、お嬢ちゃんの誕生日会に出ずに済むからな。いいだろう。欠席と伝えておくさ。よし。あれが依頼人だ。話を聞いとけ。俺はレディとトリシを連れてくる。あ？待てよ。俺一人で十分だろうが。言っただろう。でかい仕事だ。人手がいるのさ。まず名前は？名前などない。まだ生まれて2日目だもの。冗談だ。 V と呼んでくれ。わかった、 V。 頼みたい仕事ってのは何だ？強大な悪魔が蘇ろうとしてる。力を貸してくれ。
その手の話か。今までもそんな依頼ならごまんとあったが、どいつも肩透かしだったぜ。今回は違う。違う？どこが？根拠でもあんのか？その悪魔はお前の戦う理由だ。悪魔の名は？だって何があっても出てきてはダメだ。バジルを探してくる。必ず戻るから。そんな顔しないで。いい、よく聞いて。あなたなら大丈夫。頑張れるわよね。私が戻らなかったら逃げるのよ。一人でいいわね。逃げたら名前を変えて別人として生きていきなさい。新しい人生を始めるの。バージル、バージル、どこにいるの？刺しにされるかと思ったぜ。目を覚ましそうになかったからな。少し強引に起こしただけだ。今何日だ？6月15日。ひと月。体がバキバキだ。急げよ、おっさん。今頃多分ネロの小僧が一人でユリゼンの元に向かってる頃だがよ。あいつごときの力じゃ。おい、俺の仕事だ。ネロを巻き込むな。お前がユリゼを倒せれば、俺だってあの小僧に頼りはしなかった。だがユリゼは、奴の力は想像を超えていた。嫌な匂いね。そりゃそうだ。ゴミ溜めみてえな場所さ。これほどの力だとは。ビビったんならやめときな。お前の手に負える相手じゃねえしな。そうだな。あとは任せよう。あ？え？ちょっと待てって。おいおい、なあブイちゃんよ、ここまで来たってのにマジで逃げんのか。おい、保険を用意しておいた方が良さそうだ。何よあれ、あっさり逃げたわね。気にすんな。行くぞ、ゴミを片付けないとな。獲物は早い者勝ちでいいのね。当然でしょ、急いでね。だって確かめさせてもらうぜ。本当にお前なのか。
間違いねえ。この先にあいつが。これはこれは、そちらがゴミための王様で驚いたな、うん、俺でも手こずる女どもだってのに二人を軽く倒しちまうってことは大当たりか。ダンテ、頼みの綱のネロも役に立たずじまいだ。つまりネロ連れてけ。余計なまねするな。ネロ行け。お前じゃ足で待ってんだ。俺が足でまといたと舐めてんじゃねえぞ。だってこれが真の力だ。もはや何の意味もない。貴様ら二人には働いてもらおう。俺がさらなる力を得るためにこの魔王に尽くせることを光栄に思え。それじゃそろそろ行くか。坊やには酷な仕事だ。おい待て、まだ話は終わっていいから休んでな。まあ一応礼は言っとくぜ。ハロウィンか。衣装がでかすぎるぜ。センスも最悪だしな。サイズ直ししてやるよ。
手を詰めすぎたな。大丈夫か？あ、なんとかね。ダンテ、あの悪魔。今は無理するな。休んでろ。ダンテ。トリッシュを頼む。ダンテ、待て。ダンテは言ったよ。だが奴には勝てまい。あの悪魔の正体をあなたは知ってるの？ユリゼンなんて悪魔はいない。魔界生まれだからそれぐらいわかるわねえ。ブイ、あなたは何なの？何でもない。俺は全てを失った者の抜け殻だ。教えてやろう、俺が生まれた理由を。肩慣らしにはちょうどいいな。悪魔の力に目覚めたのはバージルにこいつで胸を刺された時だった。ずっと考えてた。親父がなぜ俺にリベリオンを与えたか。ああ今すぐ話かそれ。俺も今まで散々いろんな奴に刺されてきたが、こんな日が来るとはな。行かれちまったのか。魔王を倒すんだろ。なあおい、自殺だお前バカ。ヤマトは人と魔の両者を分かつだとしたら、リベリオンは おい、まさかスパーダを吸収してるの？Thank you.
あんたなんだな。簡単にくたばるはずもねえか。じゃあ仕方ねえ、見せ場くれてやる。勝てよダンテ、絶対。変わらず何も分かってねえな。何も分かっていないのは貴様の方だ。ここから悪夢が始まる。どうにか、みんな無事みたいね。周りを見てくる。おい、ユリゼンはどこに消えた？目的は何だ？クリフォトの頂上だろう。違う、逆よダンテ。クリフォトの頂上はここからずっと下にあるわ。人間の血は悪魔の力の源、クリフォトの吸った血は頂上で身をつけ、その禁断の果実は絶大な力を持つ。ムンデスもその果実を喰らい魔界の王になったとブイが教えてくれたわ。面白い話だが今は不要だ。居場所が分かりゃいい。よう、あんた、あのダンテだよな。あ、うん、その私はニコレッタ・ゴールドスタイン。やっと会えた。あ、ニール・ゴールドスタインの孫なんだ。 あんたが持ってるその銃を設計したガンスミスで、そのちょっと見せろよ。こればあちゃん。あんま似てねえな。あ、残念ながら外見は父親に似ちまってね。その父の研究を元に開発した。あ、そのあれプレゼントだ。ほら、二人の出会いを祝して。うん、受け取れ。
もらっとくぜ。ダンテ、俺も行く。お前はやめとけ。おい、まだ足手まといってか。ざけんなよ。力なら手に入れた。こいつだ。違うぜ、ネロ。そういう意味じゃない。行かせてやる。これ以上は時間が惜しい。もう猶予はない。一刻も早く奴を追うべきだ。おい、お前も来る気かよ。俺には見届ける義務がある。そうか、好きにしな、ポエム野郎。ただしバラバラで別の道を行く。その方が効率がいいだろう。短すぎるんじゃねえか。来いよ、ワンちゃん。散歩してやる。ほれ、どうした。かつて我が同胞を撃ったか。だが我は天元部族の王よ。あまたの同胞とは格が違うのだ。貴様の肉を食らい尽くし、骨まで平らげてくれよ。確かにパワフルだな。こりゃ散歩も大変だ。来な。俺が一番乗りだ。悪いな。例の木の実か。うまそうには見えねえな。そう、ここが始まりだ。俺は母さんに救われたが、お前は違った。だが母さんはお前も救おうとした。お前を探してたんだ。死ぬまでな。もはやそんな話に興味などない。この場所にもな。所詮すべてこの果実が
生み出した幻に過ぎぬ。俺が欲するのは力、それだけだ。これで俺は望んでいた全てを手に入れる。お前は今失ってんだ。最後にほんの一かけら残っていた人間らしさをな。くだらん。そんなものは力なき者のざれ言でしかない。どちらが正しいか俺が思い知らせてやろう。ダンテ兄弟で殺し合ってるのか。これも己の正義を証明するためだ。相手が家族だろうと戦うより他ない。イカれてやがる。兄にとっては弟が、弟にとっては兄の存在が戦う理由なんだ。遅かったな。もう終わるとこだ。あれが兄貴か。一応な。じゃああんたの家族が全ての元凶か。その通り。やはり勝てなかったか。貴様。ブイ、下がれ。そろそろとどめを刺すぞ。いや、待て。俺がやる。最後くらいは俺が自分自身の手で。俺に抗えないようでは、お前に勝ち目はない。俺は負けん、ダンテに。奴にだけは力が欲しい。もっと力を。わかるさ。俺はお前だからな。俺たちは互いを失った。だがその思いだけはつながっていたんだ。汝が枝は我が枝と交わり、我らが根は一つとなれり。
まさか舞い戻ってくるとはな。往生際が悪いんだよ。今のお前に勝っても意味はない。せめてバーシル、かかってこい。まずは出直して傷を癒せ。決着はその後だ。世話になったな。クソ。今のが兄貴か。V はどうなった？戻ったのさ。自分にな。お前も帰る。もう満足したろ。ふざけんな。こっちは右腕をやられてんだぞ。やつは俺がやる。もともと俺の獲物なんだな。この後に及んでのけ者かよ。いいから帰れ。出たよ。足でまといか。もううんざりだぜ。違う。そうじゃない。じゃあ何だよ。お前の親父だ。何？まさか。初めてお前に会った時から予感はしてた。お前がヤマトとこうして確信したんだ。ヤツの息子だと。ろくでもない親父だが、お前が殺すことはねえ。あの日、もし立場が逆だったら、俺たちの運命は違ったのか。俺もお前も、もっと別の。終わらせよう、ダンテ。戻ってきやがったのさ。バージル、どうして？ダンテ、レディーに頼まれて作ったもんだが持っていきな。ちょっと勝手に。おいおい、喧嘩は後だ。お前らは急いで避難しろ。俺はあのクソ野郎と戦争だ。さすがに手こずりそうだな。最初から俺に勝てないことぐらい分かってたんじゃねえのか。どうかな。だが俺たち相手にちんたら手こずってるよ。しバーシルに勝てねえのは確かだ。さあ先に進みな。俺たち消えなきゃならねえのさ。バーシルが二度と悪夢も見ねえように。楽しかったぜ、ダンテチュン。俺もさ、チキン野郎。また遊ぼうぜ。
よう、バージル。扉を開けっぱなしだぜ。ヤマトをよこせ。欲しければ力ずくで来い。いつものことだ。そう言うだろうと思った。お前と戦うのは何度目だ。どうだかな。ガキの頃からだし数えちゃいねえよ。始めようぜ、バージル。最後の喧嘩を。ネロは俺の子か。そりゃそうだろ。身に覚えがねえとか抜かすなよ。どうかな。もう遠い昔の話だ。若気の至りってやつか。実に興味深い話だが、今はそんなことより肩をつけよう。どいてろ。いいか、何度も言わせんな。お前の出る幕じゃ。すっこんでな、足手まとい。殺し合いしか能がねえのか。他にいくらでも方法はあるだろうが。終わらせてやるよ、このくだらねえ喧嘩をな。そんな理由でここまで来たのか。バージル、ブイ、どっちだろうといいけどよ。ダンテは俺が死なせねえ。あんたもな。文句があんなら来いよ。死なせねえだと。マジで死ぬかと思ったぜ。ここでネロに勝てばお前にも勝ったと言えるだろうな。あダンテ、好きにしろ、どうでもいい。俺は休ませてもらう。ああ、俺が勝ったら言うこと聞けよ、親父。これほどとはな。おい、マジかよ。息子の腕まで奪っときながら負けるかね。そんなことより、町の魔界化が進んでる。手遅れになる前に止めないと。
確かに扉を閉じなきゃな。おい、負けたんだから働けよ。よし。で、俺はまだやれる。だがこれ以上魔界化が進んでは勝負どころではなくなりそうだな。お前にしちゃ賢い判断だな。片付いたら喧嘩を続けるぞ。当然だ。待てよ、どこ行く。魔界からクリフォトの根を断つしかない。その上でヤマトを使って扉を閉じる。それじゃ戻る方法がないだろ。だから俺も行く。一人じゃ寂しいだろうしね。ちょっと待て。だったら俺も一緒に。お前がいるから行けるんだ。こっちはお前に任せるぜ。いいな。急ぐぞ、ダンテ。ああ、了解。おい、待てよ。風邪ひくなよ。じゃあな。次は負けんぞ。それまで預けておく。こいつをぶった切ればいいんだな。その通りだ。俺一人でことは足りるがな。強がるなよ。俺にも付き合わせろって。ダンテ選手、1点リード。数え直せ。同点だ。だ、このままじゃ決着つかねえぜ。かもな。だが時間ならある。あれだけは言うなよ。ジャックポット。